10月29日木曜日朝6時40分のホームポイントはオフショアが背後から吹いていますね。それほど強くありませんが、しっかり吹いています。海は昨日は湖のようにフラットでしたが、今日はうねりは入ってますね。まあほぼフラットですけど、ホームポイントの右も緩いオフショアが背後から吹いています。こちらはうねりもほとんど見えなくてフラットですね。昨日の朝とほとんどこちらは変わりないですね。気温は11度ぐらいで、オフショアがとても冷たく感じます。こちら左側は、まあ、うねりが見えますが、ショアブレイクというか、まあほぼフラットといえばこちらもフラットですね。今日はどうなんですかね。あれ何ですか。あ、アオサギ、クロサギ。へえ。アオサギじゃないんだ。